ルノー FT-17 軽戦車。アメリカ陸軍所属系戦車は、戦車の種別の一つで、小型軽量のもの。なお、戦前の日本においては、重戦車よりも軽い戦車という意味合いが強く、後に、戦車部隊で用いる、早期式装甲車を指すようになった。第一次世界大戦後の戦艦機から第二次世界大戦初期までは、比較的広範囲に使用された。 豆戦車と並んで安価であることが戦艦機の軍縮ムードの中で徴用され、植民地警備用にも対応された。特に戦艦機のドイツでは、戦車開発が抑制される中、戦車開発能力を身につける修作用や運用技術を磨く訓練用として生産された。しかし、第二次大戦で戦車が飛躍的な進化を遂げると、火力が低く、走行も脆弱な軽戦車は、 次第に活動の場を狭めていった。それでも、第二次大戦末期には、アメリカの M24 のように以前の中戦車並みの火力を持つものが現れ、戦後も M41 や AMX-13 や SK-105 や62式などの強力な火力を誇る軽戦車が開発され使用された。また、m 五十一やスティングレー、m 八 a g s のように緊急展開部隊用に、 空輸可能な軽戦車も開発されている。これらは再度起こった戦後の軍縮ムードの中で主力戦車の代替として配備されることになるが、朝鮮戦争やベトナム戦争で能力不足を露呈した。MBT に対抗できないのはもちろん、不評の携帯下記にも脆弱で、公正な任務に投入するには生存性が低すぎたのである。火力不足から、 不評支援任務も向かず、不評戦闘車あるいは機動性を向上させた MBT などに代替されていった。そのため、軽戦車は退役もしくは偵察など補助的な任務に専念することになる。戦後に開発配備された軽戦車は陳腐化とともに後継車が開発されることなく、不評戦闘車などの装甲車に代替された。ただし現在でも一部の国では、 主力戦車より取得コストが低い、送輪走行車より悪路での運用性が良いなどの理由により運用が続いている。冷戦末期頃から戦闘車両のファミリー化が広まったことを受けて、新規開発よりも早期走行車の派生型として、砲塔を乾燥したものが多く、同様に砲塔を乾燥した送輪走行車もあり、こちらは送輪戦闘車、 総輪戦車とも呼ばれる。また、水陸両用戦車も一種の軽戦車であり、水陸両用戦車から発展した、軽戦車も多い。ただ、やはり能力不足と、戦車揚陸艦の発展により、先進国の軍には配備されなくなってきている。空挺戦車も同様に廃れているが、PKO など、海外派遣任務を重視するドイツが、豆戦車的なビーゼルを開発した。 空挺戦車でもここまで小型のものは中型、または大型ヘリコプターでの空輸が可能で、走行偵察車として、イギリスのスコーピオンやフランスのアマル走行車、アーク9 0走行車などがある。アメリカは M551 シェリダンの後継として M8、AGS を試作したものの開発中止に終わり、さらにフューチャーコンバットシステムの一環として M1 エイブラムスの後継として、 MCS を開発するもこれも計画中止に終わり、代替として、ストライカー走行車の派生型として、M1128 ストライカー MGS が作られた。一方中国では2011年に退役した62式軽戦車の後継として、新たに15式軽戦車を開発しこれを正式採用した。本車両は、山岳地帯や田園地帯といった、 主力戦車が運用しにくい地形で運用され、不評部隊への火力支援に用いることを想定している。また、中国の後を追う形で、上記の総輪戦車内市は、不評戦闘車などの車台を用いた、早期系戦車も、アメリカが再び2022年予定で500両規模の採用を見込んでいると、復権の兆しが現れている。背景には、21世紀現在の非対称戦、 環境下においては、途上国でも普通になった鉄筋コンクリート建物を即興の統治下にしてくる武装勢力に対し、空爆や長距離重砲は都市への破壊規模が大きすぎ、不評戦闘者以下の機関砲や対戦車ミサイルでは、今一つ有効に対処できず、精密、速効的で必要十分な破壊力、コストパフォーマンスに優れた戦車砲の戦術上の要求は増大している。 ところが、特に旧西側代表の m 1イブラムスや、レオパールド2の後継、MBT 開発が、予算的事情から停滞し、逐時近代化改修によって補ってきたものの、60から70トン級にまで、重戦車化したことで、輸送や交通インフラに制約され、進出がまま、ならないという需給のギャップが生じており、MBT よりも、軽量、低コストで、 戦車砲を備えた車両が望まれていることがある。アメリカ合衆国イギリスイタリアスウェーデンソビエト連邦ドイツ帝国ドイツ国フランスチェコスロバキアハンガリーポーランド大日本帝国アメリカ合衆国イギリスオーストリアスウェーデンソビエト連邦ロシア中国デンマーク西ドイツフランスポーランドありがとうございます。